そういえば最近またコロナが流行ってきたみたいなので、自粛要請は出てないんですけど、まあ、自主的に自粛をして、自主自粛がね、流行ってるというか、まあ、みんな結構意識してると思うんですよ。その中で、こういう方たち、こういう方たちみたいに集まってる者たちがいるんですよね。これ密ですよ。密ですよ。密だよ。密です。ゆりこてや。小池ゆりこてや倒しました。水です。ダメだよ。ズボラな。ズボラトゥーン、ズボラな人倒して。蜜うわぁ、ダメ蜜いや。菅ちゃん、総理だ総理倒しちゃった総理。ごめん、総理アイム総理まず、街を掃除しよう。アサリが邪魔なので。街をきれいに掃除する。アサリを海に返す。ちゃんとボランティアしましょう、ボランティア。まあ、ダメ、近づいちゃダメだよ。総理総理の周りに、ボディーガードが二人で。ダメ、密ですよ。菅ちゃん、ヒレをカッコすら、菅ちゃんがめちゃくちゃ偉そう。なんか式典が上がってますよ。総理。こういうのも、良くないと思います。人が集まってくるのは良くないと思います、総理。それダメだと思います。これ密だと思います。あ、ダメだ密だ、怒ったほら。怒った。良くないよ、密だよ。総理も言ってますよ。菅ちゃんが密だって言ってるよ。あ、また総理の周りに虫が湧いた。あ、密です。小池ゆりこてや倒しました。密です。ちなみになんか、最近、小池百合子さんが、なんか、5つの項とか言って、会食時に使う、なんか注意事項を言ってたんですけど、小声、小皿、小一時間、こまめに消毒、換気、あと、小池、あと1個なんだっけ小池さんになっちゃう、あと1個の子。なんだっけなんか、よくわかんないんですけど、5つの項ってのが、あるみたいなのでお気をつけください。なんかこのアサリとかも食べるときは、しっかり消毒し、喋るときは小声で少人数でね。総理。新しい総理になってからめちゃくちゃ偉そうなんか。マジでボディーガード二人。何やってんの総理。総理、こちらへ。弾丸が撃ち込まれてます、総理を守るんだ総理を守れやめてください、総理を守るんだ総理、こちらへお逃げあ、俺死んだぞ、なんか。総理、こちらへお逃げください早くこちらへお逃げくださいこっちに菅さん早く菅さん追われてます元ボディーガードたちに追われてる多分スパイだあれ総理攻撃する俺に攻撃するやめてください総理こっちへこちらへああ今日はジェイソンと遊んでいきたいと思います。ハロウィンということでですね仮装をしているイカちゃんがいるんですけども体から煙が吹いておりますなんだこれ。ジェイソン。はい、それではジェイソンの攻撃を避ける遊びしていきたいと思うんですけど、下からですね、ローラーを振ってくるジェイソンから避けるという感じで、この狭いビニールシートの上だけを使って、ジェイソンの攻撃から避けていきたいと思います。まあ、ちなみにこのゲームはね、昔サメゲームっていう、なんかサメっぽくない
サメっぽい。あ、なんか動いてない子やられちゃった。待って、ジェイソンの、いきなりの攻撃にやられている。危ねえ、やばいやばい、縦振りが長い。意外と長く感じる。やばばばば。カーボンって意外と当たるもんね、これ。うわ危険だな。痛い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 。あ、危ない危ない危ない。あ、痛い痛い痛い。あー、やしゃだ。ジェイソン強い。ジェイソン、もう即死したぞ、みんな。あ、待って。全員死んだ。全員やられたぞ。ジェイソン。はい、今度はですね、真ん中にいる、これジェイソンゲームって名前のゲームだったんですけど、もともとね、真ん中のダイナモ、この丸い円の中にいるダイナモから避けるっていう、これをね、昔ジェイソンとやってました。ジェイソンと。ヒデオとジェイソンだって確かジェイソンの方が早かったんだっけ、リールの。ね、無理。ちょっとね、インク回復の時間とかね、ちゃんと自分も回復しとかないと、インクなくなってやられちゃうから。あれ一人落ちたな。あー、待って、俺一人たちだ。この、俺早くない一人になるの、ちょっと。あ、インクない、インクない、インクない。あっちもインクなくてよかった。ギリギリだったね。これ落ちてもダメなんですよ。この丸い円から出てもダメなので、まあ、コマと一緒ですね。コマと。うおーやばい。これフェイント入れて、フェイント入れてよけていく。ちょっと目が回る。来ないでくれ。さりげなく、さりげなくハート書いても、バレないから。まずいな、これ。ちょっと待って、右か左か。右だ。ついてくる、ついてくる、ついてくる。こっち。ちょっと待って、やばい。あー、危ねえ、危ねえ、めっちゃ危ない、今の。ジェイソン。ちょっとインクが。やばい、インクちゃんと回復できてない。ふざけすぎた。あ、やばい。あー、ついてくるか。ジェイソン、インクなくなって。ジェイソン。ジェイソン、ついてこないで。俺もインクなくなっちゃう。インクなくなっちゃう。インクなくなっちゃう。あー、やられた。ジェイソン。逃げろ、逃げろ、逃げろ。みんな逃げろ、逃げろ、逃げろ、逃げろ。最後は、この、金網、金網じゃない。ガラスの上だけの、ガラスの上だけでの鬼ごっこ。限定鬼ごっこってやつですね。これを。ジェイソンが鬼でやっていこうかなと思います。じゃあみんなこっち逃げるな。うわぁ、バレてない、バレてない、ナイス。なんか散歩してるみたい。ジェイソンインク回復してるぞ。これ意外とバルーンの後ろバレないん？なんかジェイソン落ちてる。ナイスナイス、みんなナイスだ。怖っ。いや、今までジェイソンにやられてきましたからね。これだけでも勝ちたい。やばば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 ば。ジェイソン強いんだよ。あ、やられてる。来た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 、ジェイソン来た来た来た。あ、早い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 。あ、そっち行く。味方が割れてる。こっち来て、こっちこっちこっち、逃げろ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 。あれ、こっちだ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 。早く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 、危ない危ない。ふいっ。あー、よし、インク回復してるね。おぉ。来てるよ、来てるよ、来てるよ。ジェイソン来てるよ。あ、頑張れ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 。うわ、うまっ。ナイス。なんか落としてた、今。ちなみになんか、ジェイソンのゲーム、昔やってたんですけど、鬼倒せるらしいっす。なんか、鬼倒すのめっちゃ時間かかるらしいけど、13日の金曜日ってゲームなんですけど、めっちゃ時間かかるらしいけど、の一応鬼を倒すことができるらしい。はーい。いないぞ鬼。鬼？鬼消えた！鬼降りてる。やった！初めて勝った！やった！どこかにスフィアが止まります。怖い！あー、危ねえ。二人持ってかれた。危ねえ。もう無理、もう無理。怖い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 。おお、生きてる生きてる、まだ生きてる。どうしよう。始まった始まった始まった、待って。動けなかった。
やばい、あ、これやばい、あ、死んだ死んだ。はい、どうもレイです。今回はイカスフィアを使った遊びをしていきたいなと思います。よろしくお願いします。実はこれ一回やったことあるんですけども、イカスフィアがコロコロ転がってる中、当たらずに生き残るという、まあ、単純な遊びとなっているので、まあ、ルールもね、見てるとわかると思います。ルール説明がめんどくさいわけではありません。見てるとわかると思います。めんどくさくないよ。めんどくさくない。ほい、ジャンプ。これか？誰か？俺誰か落ちると思ったね、今。本当に落ちたよ。で、今回はここのね、ブロックを使って、ここのどっかに自分らは行って、まあ、イカスミアにやられないようにするっていう。まあ、単純な遊びです。まあ、あ、始まった、始まった、始まった。これね、移動してもいいんだけど、どこにするかは、うわ、怖っ！危ねえ！守られた俺！で、これ生き残りがね、最後までちゃんと生き残れるかっていう遊びで、ま、場所も変えていいんだよ。どこにしよう？あー、同じとこでもいいんですよね。ここにしろ、俺も。あ、始まった。来ないでね。来ないでね。やばい！あー、もう終わった！終わった、終わった、終わった、終わった。やられた。なんか簡単でしょ？これ誰でもできそうでしょ？ランクも関係ないし。割とね、わちゃわちゃできるかなと。うわ、怖え。これ。あ、二人持ってかれた。角のとこに行くとさ、二人持ってけんだよね、イカスフィア。それが強くて。これ次ここにしようかな。あー、来た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 。無理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 。うわあ、二人で死んだ。どうしよう、ちょっとしょっぱなから俺さ、人の後ろに行こうかな。ここに。ここにする。あ、待って、避けられた。なんで、なんで、なんで避けんの。じゃあ俺ここにする。え、なんで避けんの。俺ここにするじゃん。これで行こう。こうしよう。よし。よしよし、クーゲルは。避けなかったぞ、俺のこと。クーゲルじゃないか、これ。スプラスピナ。待って待って待てー。じゃあ再び、ロシアンルーレット始まるんですけども。どこにしようかな。もう3人。3人同じとこにしよう。さっきの嫌な思い出が。嫌な思い出が、あれ？あ、チート！今、お？うわ、逆走してた。ナイス、まあナイス、まあナイス、まあナイス。まあナイス、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 ナイス。ラッキー、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 ラッキー。なんか挙動不審だった方に、ちゃんと見とこう。お兄ちゃんと見とこう。あ、ここにすんのね。二人一緒だ。来た。来た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 。あはは、やっそんな動きできないよ。この最後せっかくなんで夜のステージにしました。このステージ花火が上がるのでね。まあ、結構綺麗な、綺麗なステージになるんですよ。あ、ちょっとなんかさ、作戦があります。みんな同じところに。来て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 。待って、はみ出てる人やばくないこれ。あ、やばい、もしだ、これやばい。第2回、まねっこゲーム。はい、ということで今回は第2回目のまねっこするゲームをしていきたいと思うんですけども、まあ、ルールは最初の冒頭で説明してると思います。前の人の真似をして間違えないように死ぬよという遊びでございまして、まあ、見せてしまうと処刑場に連れて行かれて倒されてしまうというね、地獄のゲームともなってるんですけども、まあ、今回は2回目ということで、登場人物の方を紹介していきたいなと思います。それではどうぞ。はい、今回このメンツで戦っていきたいと思うんですけども、ルールはもう皆さんわかりましたか？うん、わかりましたね。
それでは、行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。今回はですね、私、うなぎが教師となって、皆さんに真似っこしてもらいたいと思います。まあ、場所で言うと、この箱オブ倉庫の凸のとこですね、ここ。ここの上に乗って、あ、生徒いるわ。生徒がいっぱいいる。あの生徒に真似をしてもらいます。では、早速行きましょう。はい、登場。じゃ、まずどうしようかな。ジャンプ、ジャンプ、ペチペチ。この3パターンでいこう。ジャンプ、ジャンプ、ペチペチ。合ってる、合ってる、合ってる。うまい。まあ、最初3個だから簡単でしょう。次行きます。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ペチペチ、ジャンプ。さあ、4回に増えました。ジャンプ、あ！待って、ひろくん。ひろくん今、ミスりましたね。処刑場だ。ひろくんミスってしまいました。ちょっと落ち込んで。いや、見たくないな、みんな。これ多分見たくない。あ、急に走って。ひろくん、こっちへ。こっちへ行きなさい。しょうがないから他の人には見えないところで倒してあげましょう。ひろくん、行きます。ちょっと動かないで。オッケー。さあ、残り3人残ってきました。次、行きたいと思います。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ペチペチ、ペチペチ。はい。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ペチペチ、ペチペチ。うまい！じゃ、次行きます。ちょっと混ぜていこうかな。ジャンプ、ペチペチ、ジャンプ、ペチペチ。一個ずつですね。ジャンプ、ペチペチ、ジャンプ、ペチペチ。おー、合ってる、合ってる！次行きます。ペチペチジャンプ、ペチペチジャンプ、ジャンプ、ペチペチ。はい、ちょっと難しいよ。ペチペチジャンプ、ペチペチジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。あれ？待って、待って、ひろくんがこっち見てる。ほっそりちょっとこっち見てるな。合格です。皆さん合格です。ジャンプ、ジャンプ、長押し、ペチペチ。またひろくん処刑だ。ちょっと笑っちゃう。ごめんね。ごめん！おー、みんなできてる。はい、今回はまたね、新しい先生がいるみたいなので、ちょっと待っていきましょう。あ、来た。来たぞ。登れてない。登れてない。先生、登れてないですよ。ひでお先生来た。よろしく、お願いします。煽ってる。煽ってる風にしか見えないんだよ。ひでおくんがペチペチしてたら。はい。合ってるでしょ、これ。ジャンプして3回ジャンプか。簡単だ。俺なんかターンしたなんかターンしたよ。ターンした。先生、煽ってどうしたんですか。ここまで来たよ、なんか。あ、はい、戻そう戻そう戻そう。いいわ、いいわ、はいはいはい、やるのか。あ、戻す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 。あ、ほら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 。これを、倒されないように、抜け出すと。ちょっとやってみますね。ここにいたの？ヒロ君がなんかこんな、真下にいたんだけど。と、まぁ、こんな感じでですね、あっち側のダイナモたちは阻止する。俺の脱出を阻止する。脱出ゲームなんですけど、俺はもうやられないように、一回でも下に行く。一回でもここの段を一個下がる。下がればオッケー。ここまで降りたら、セーフ。ここまで降りたらセーフ。成功ですね。これを目指します。はい。
はい、ということで、今回はパブロで抜け出す遊びをしていきたいと思います。昔にやったことあるんですけど、久しぶりだな。マジで久しぶり。俺結構いろんな遊びを何回か、まあ、やろうかなって、再びね、昔やった遊びをちょっと改良してやったりしてたんですけど、まあ、今回に至っては、本当に久しぶりでも3年ぶり、いや、2年ぶりくらいかな。2年半かな。もう何でもいいけど。何でもいいけど、本当に久しぶりで、で、今ちょっとダイナモを待ってます。来たね。ダイナモー。ダイナモ来た。よろしく。よろしくお願いします。はい、それではこのダイナモの夫人から抜け出す遊びをしていきたいと思います。いきます。初手はね、決めてる。俺左から行くって決めてる。え、これ誰なんか、あれ、ちょうちんあんこにやられた。待って、左側重なってるぞ、ひれよと。なんか重なってる。チャンスなんじゃないか？え、意外と、なあ意外とない隙間がない難しい。ちょっと待って、左結構熱くない？これ右の方がいいんじゃないか？うわ防虫服着てるのにやられた。え、これむずくない？よく昔やってたな。あダメマジ即死なんだけど、リスキル、リスキル、速攻倒される。もう蘇った瞬間倒されちゃうじゃん。うわぁ。え、無理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 。なぁダメだ、追い込まれた、ダメだ。あれここ狭くなった。難しい。なんか、ヒレオくんくるくるしてるよ。あ、待って、みんな知ってる。なめぷかこれ。余裕こいてるな。ちょ、インクなくなったとこ行ったろうかな。あ、待って、ベイブレードみたいになってる。コマみたいになってるぞ、みんな。やだ、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 やだ。危ない、危ない、危ない、危ない。近い、近い、近い、近い。怖っ、これ。怖っ、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 怖っ。どこが抜けれる、これ。ここだ。あ、バイバイ、やだ。おい。うわぁ！よくわからない圧力で戻ってきました。なかったことになりました。なんか、ヒレオの圧力、怖い。うわっ！もう本気出してきたじゃん。うわぁ！本気出してきたよ。痛いよ。俺も一回ゴールしちゃうな。ダメだ。行くしかないんだ。よー、びっくりした。なんか降って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 た。あ、いけるいけるいける。うわー、あー、くっそー。ダメだ。え、なんかしてる。待って。なんかしてるよ。行くぜ。くそ、最後に一回。あー、くそ、惜しい。惜しかったー。猫鳴いてる。ちょっと迎えに行くか。みんな。ダイナモを迎え、危ない。迎えに行ったのに殺されそうだった。みんな怖いよ。特にヒレオ。何が怖いかって？顔が怖い。はい、配置が済んだみたいなのでね。頑張って、抜けていきたいと思います。一回抜けた気がするんですけども、それもなんか、よくわからないヒレオの圧力によって、なしになったのでね。今度こそ、クリア目指していきたいと思います！行きます！喋ってる間に行く。ダメだ。道が閉ざされた。せっかく道開けてくれてたのに。硬いよ、守りが。守りが硬い。守りが硬い。やばい。あ、いけるいけるいける。やった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 クリアした。もう一発目じゃん。みんなクリアしたわ。え？ダメだよ。なんだ、夢か。これ、夢なのか。なぜ俺はクリアしたのにクリアしたことになっていない。どういうことだ。なんかおかしいなぁ。俺絶対クリアしたと思うんだけどなぁ。おかしいなぁ。うわぁ頑張ろう。おかしいなぁ。いける！やった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 来た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 。うまいべ、これ。ねえ、ちょっと待って、デジャブ見たことあるこれ。やだやだ助けて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 やだ
やめて、やー、ダメだよ。おかしいな。ねえ、何この夢。同じ夢3回ぐらい見た気がする。夢か、本当に。俺なんか病気なんじゃないか、これ。ただ抜けれるコツは自分で、わー、やれちゃったけど、コツは分かってきた気がするんだよ。だからもう何度でも夢でもいい、夢でも何度でもいい、頑張ってクリアする。あー、くっそ、このなんか棒みたいなやつに邪魔されちゃったな。え、あの真ん中の人怖い。この真ん中のヒレオ怖い。怖いもんだって。あ、いけるいけるいける。やった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 。もうヒレオくんやだ。怖い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 。よし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 。あ、やった。うわー。ちょっと、危ない。危なかった今。え、ヒレオくん？ヒレオくん何？え？何でも言いかけてくんの？これ、ちょっと待って。場外まで来てる。おかしい。助けてくれ、みんな。彼がずっと追ってくる。うわぁ、最後まで追ってくる。怖いって。あ、ナイス魂してる。うわぁ。